今日は岩ちゃんが撮影で来てくださいました。ありがとうございます。岩ちゃんのチャンネルは説明欄、まあ、1年前に僕がやった動画で、はい、なんかコメントが、はいはい、花澤さんが腰を揉んでもらってるのも見てみたいっていうので首回りだったんですよね、はい、腰バージョンで私、はい、今腰がだるいんでちょうどはい、お願いします。結構腰だるいですか。ちょっとだるいですね。いろいろありましたね、1年の間には。そうですね1年前の今頃はもみの人、岩ちゃんはまだ存在してなかったから。ああ、本当ですね、どんどんまだそうそうそう、ね、コロコロっていう感じでしたからね。硬いですよでしょうね。人もんでる場合じゃないですよあ、そんなレベルでそんなにそうですね、足もだるいし腰もだるいです言っちゃうとそうですよ。リラク屋さんも忙しそうなんで、はあ、あとやっぱね、動画編集とかやってると、はあ、肩凝りますよね。あ、そうなんですよ、うん、割と YouTube やってるとパソコンにね関わる時間も長いんですよね。足も足やばいんですよ。集中してやってるともう 2,3 時間とか普通に同じ姿勢でいるから、ね、そうですね、はい、だいぶやばそうですか。お疲れ。あ、ね、そう、血の質が良くなさそうなんですよ。健康本は美人になりたいんですけどね表面は柔らかいけど奥に、はい、この辺どうですか。あ、なんかちょっと痛いですね。多分ちょっともう感覚鈍ってる感が多分あります。すごいな、なんかプニプニした凝りが。あ、なんか確かに。あ、でもやってもらうとなんかいいですね、気持ちいいです。とかしてますか。さっき話してましたけど、ももはさんには。でもね、運動ね、運動してんじゃないかな。結構階段の上り下りとか、自転車乗ったりとか、運動なくはないですよ。割とあの、まあ、この仕事も動く仕事ではありますが、まあ、あのじーっとして一日が終わるみたいなことはまあないですよね。確かに。でもまあそうですね、動きの種類がそんなに多くはないです、ね、ってか日常生活で動いてるだけみたいな。そうですね、まあ、そうですね、エクササイズとかはあんまりしないですね。一応前ちょっと意識的にやったりもしたんですけど、またちょっとサボっちゃってますね。なかなか続けるのって大変だから。大変ですね、うん、お客さんとかにはね、続けた方がいいですよっていう言いますけどねセラピストあるある。本当そう、本当それ自分はできてないっていうだからできない人の気持ちもよくわかります。よくわかる、うん、僕はよく言うのは毎日続けた方がいいけど、うん、毎日続かないんで、うん、うん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 、あ
思った時にやるだけで、やめないでくださいっていう。あ、そうですね、うん、そうですね。続けてくれっていうと一回やめちゃうともうずっとやめちゃうんで、気づいた時にやることにして、開けちゃってもいいからとりあえず気がついた時はやろうみたいな、うん、ゼロになっちゃったらね、ストレッチとかも何もやらなくなっちゃう、本当こっちゃうから。そうですよね。あそこあるな、あ気持ちいいっす、超持続圧。はい。いい感じです。なんか、じわんときますね。大きくするのは頑張ってるんですけど、ね、そこは全力で、そこは全力っていうか、そこは続けてましたけどね、他のことはしてなかった、あーそれも気に入ってますね。あ、でも気持ちいい。プニプニしてる。ああ、すごい、なんか気持ちいい。撮ってますね。撮ってますね。もっと時間用意しとけばよかった。モモカさん早く切り上げてる。僕も有名セラピストになれるように。あれ、花田さんは何年でしたっけ、もうこのお仕事は。10年。ちょうど10年ですね。ちょうど10年じゃないか。一応セラピストになってから自体で言ったら12年。理学屋が10年。すごい。10年続けられるってすごいな。親とかのおかげもありますけどね。なんかで一歩動き出してから、すごい変わったりしますよね。なんかね、きっかけができれば、トントントンと。ありますね、それは。気持ちいい。ここがいいとこかな。すごい鋭いけど私は好きですね。こう響きがありますね。気持ちいいです。人によって指の当て方を変えるんで、シャープにきますね。
痛い痛い。そうですね。ああ痛い。お疲れですね。やばいね。ちょっとね、ダメだね。本当に辛くならないとなんかやらないですよね。なかなかね。そうですね。なかなか受けてくださいとは言うけど、自分がそんな定期的に行かないで。そうそう。またあるある。そうそう、なかなかね。あともうどこがいいのかってなっちゃうともうなんか行けなくなっちゃう。ああ、やっぱり会う人行けないと。そうなんですよね。なかなかやっぱり、そういう場所とお金と技術と全部がいいっていうふうにならないんですよね。それ気持ちいい。ふわーってなりますね。あーいいな気持ちいい。あ、膝でやってるんですか今。そう、普段ここはもう膝乗っかっちゃうんで、両方いっぺんにできるし、当たる面積が広いから意外と体重乗っかっても大丈夫。あ、そうですね。嫌な感じなかったです。気持ちよかったです。安定してて、あーいいな。なんかやっぱやってもらわないと、やってもらうのいいっすね。あーね、気持ちいいっす。やられないとね。いろいろ受ける側になって、気がつくこととか考えることとか思いますよね、ありますよね。ああ、ありがとうございます。よいしょ。すみません。さてな、ここが。そう、足がだるくてだるくてしょうがないんですよ。なんか家系的になんかみんな静脈瘤ができてるんですよ。だからなんか多分足の血管が弱いのか、なんかあるんでしょうね。足首柔らかい。めっちゃ柔らかいです。足首は、まあ、柔らかい柔らかい、いい、はい、足首。あー気持ちいい。あマッサージいいっすね。気持ちいいっすよ。みわちゃんは今もあれなんですか？はい、あの前にいたお店と同じところで働いてるんですか？いや、今は、吉祥寺。あ、変わったんですね。またというか、あ、でもあれですもんね、引っ越したから当然そうなりますよね。東京を出てきて3店舗目。あ、そうなんですね。割とこっちに来てからも3軒目なんですね。変わってる。いろいろやっぱ経験したいんで、あっちこっち。へえ。指名取ってますか？まあぼちぼち。だからでもそんな、あの1店舗長くいないから。居合わせたお客さんラッキーみたいな。
夏前にはどっか違うとこ行きたいなみたいな。そうなんですね。それもありですよね。そしたらあとはまあ実家の方でお客さんつけるのも気持ちいい。ようちゃん上手ですよね。 ありがとうございます。ありがたいっす。ありがとうございました。お疲れ様です。いいですね。たまにやってもらうと本当に、はい、ありがとうございました。いかがでしたか。でも気持ちよかったです。本当に なかなかね押してもらうこともないですし、いややっぱりやってもらわなきゃダメだなと。やるばっかりじゃダメですよ。そうですね。たまには抜けて自分のメンテナンスも本当そうですね、はい、本当ちょっとこれいかんなと思いました。ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ようちゃんでした。